大山くんには厳しいこと言うようだけど、交流戦に入り新庄劇場の前になすすべなく首位から陥落した阪神タイガース、一発の期待がある佐藤輝明が不振とエラーによって二軍に降格してからは打底に拍車がかかり、岡田監督ももう同じやん、期待とかそんなんやなく同じことの繰り返しと語り、不満を隠そうとはしません。さらに佐藤と同じく打線を引っ張る立場の大山雄介の不振は深刻といえ、思い出したようにヒットを放つことはありますが、長打への期待は薄れており厳しい状況です。交流戦前の巨人との試合で解説を務めた掛布雅之は大山の状態を深刻なレベルと表現し、さらに同じ4番を務める岡本和真との違いにも言及しました。そこで今回の動画では掛布が口にした4番の違いについて紹介しつつ、さまざまな有識者の大山論についても触れていきます。いつまでも調子悪いのにそんなん使ってられへん。大山は復調のきっかけをつかめるのか。開幕から一向に調子の上がらない大山に対して岡田監督は荒療治を実行しました。5月16日にバンテリンドームで行われた中日戦で、第2次岡田政権192試合目にして初めて大山をベンチスタートにさせたのです。試合前にはベンチ裏で岡田監督による打撃指導が行われた模様で、指揮官はずっとや豊橋から当たらへんもんなと試案顔を見せていました。実はこのスタメン外しが行われる可能性について OB の赤星憲広は予言めいたことを口にしていたのです。赤星は昨年の大山が43試合で打率2割8分8厘19本塁打78打点出塁率4割3厘とチームの中心選手として活躍した点を認めつつも、1年間優勝争いをして日本シリーズまでやりきったのは大山にとっても初めてのことなので、やっぱり体には疲労感があると思うと身体的な不安があると指摘していました。その上で一度佐藤を4番にして大山を5番に下げた岡田監督の采配について、監督が就任して初めて5番に下げましたけど、ずっと4番を1年間任せてきた。なんで大山くんを4番にしたかを監督はずっと言ってるじゃないですか。ハートや、誰もが大山が4番って認めてるやろ。だから大山が4番なんだ。って。その大山くんの行きますっていう気持ちに対する監督の答えだと思うんです。と、心地を察するようなコメントを残しています。その上で、外すのは簡単じゃないですか。休ませるのも簡単だし。と述べ、だから今すごく大山に関してだけはすごく悩んでると思うんですよね。休ませるべきなのかどうしたものかと。他の選手に関しては打順を変えたりとかしながらってなるんでしょうけど、大山にだけは監督も熱い思いがあると思うので、一番努力もしてきてる選手だし、そういうのを見ちゃってるからね監督も、と苦しい岡田監督の胸の内を代弁しました。そしてただそこでずっと我慢し続けるのが親心かって考えたら、それはどうかわかんないし、実際のところ無理して出し続けて登録抹消にならなきゃいけないぐらい状態が悪くなってしまうのもどうかってなるしと、現実的な起用にも言及し、一度スタメンを外してみても監督として難しいところですよねと付け加えています。結果的にこの赤星の予言は悪い意味で的中してしまうことになりましたが、岡田監督も我慢の限界だったようで、中日戦の終了後に大山に対する苦言を呈しました。この試合で大山の代役として起用した原口がスリーランを放つなど、久々に打線がつながりを見せましたが、岡田監督は思い切ってスタメンを組み替えたという問いに対して、思い切ってって普通やろ、そんなん組み替えもクソも、繋がった言うけど、繋がってってお前、久しぶりやろ。横浜でちょっと繋がったけど。と笑顔を見せず、まくし立てるように不満を口にします。そして話題が、原口の一発は大山にも刺激に、と大山に移ると、刺激というか、次の打席見たらわかるやんか。うん、何にもなってないやん。
打たれへんもんな、とさらに表情を歪めました。この日スタメンを外れた大山は原口に代わって6回の守備から途中出場し、8回一死一塁の場面で打席を迎えましたが、空振りで3球三振に倒れています。この点を岡田監督は何にもなってないやんと指摘したと思われますが、記者から出番もらった選手が仕事をしたと聞かれるとさらにヒートアップし、ゲーム前に裏でいろいろ言うたけどずっとや、豊橋からそんなん打たれへんもんな、出番もらったってチームの一軍におるんやから、今日は勝つために備えしてメンバー変えてるんやから出番はもろたやない、一軍いてる限りは試合の戦力なわけやから、今調子ええもんをそら使ってるいうかな、大山もいつまでも調子悪いのにそんなん使ってられへん、もし大事なとこで打たんかって負けたら何にもならんから、と今後のスタメン剥奪も視野に入れていることを示唆したのです。翌日以降の起用についても岡田監督はそんなんわからへんと話すにとどめており、大山の復調を待ちきれないといった表情を見せました。一部では大山がキャンプ中に下半身の故障を負っており、それを騙しながら試合に出ていることが不審の原因と報じられていますが、この点については本人も岡田監督も言及していません。大山が怪我で別メニュー調整を言い渡された時もその理由について首脳陣は人工芝のグラウンドでの試合が続いたとしており、あくまで軽症だったことをアピールしています。ですが阪神戦の解説を務めた OB の田尾康氏が、大山で気になるのはスイングよりも走りの方なんですよね、一塁までの全力疾走が彼の持ち味なんですが、そこに今年は迫力が感じられない、もしかすると太ももかふくらはぎに故障を抱えているかもしれませんね、と指摘している点を見るとやはり何かしらのコンディション不良を抱えているようです。それでも岡田監督は大山を信頼して4番でのスタメン起用を続けていますが、巨人戦で解説を務めた掛布正幸は両球団の4番に大きな差があると断言しています。一発で仕留められない、大山の状況を危惧した掛布の言葉とは。阪神は交流戦前の巨人との3連戦で1勝2敗と負け越し、続けてきたカードの勝ち越しも4でストップ。3連戦最後の試合を振り返った掛布は、1対2で負けた大きなポイントは4番のホームランと語りました。阪神はこの3連戦の初戦にノーヒットノーランを献上し、翌日は完封勝ちを決めましたが、打線は巨人投手陣から3点しか奪えず、最終戦も1対0のまま9回を迎えています。低調な打線に対して掛布は、両チームとも打線はそんなに状態がいいわけじゃないんですよ、4番が打つか打たないかで勝ち越すか負け越すかが決まったと思うんですね、と岡本と大山の出来に差があったと指摘。この3連戦で大山は2本のヒットを記録していますが、長打は生まれておらず、チャンスで消極的な姿勢を見せる場面もありました。そして掛布は3戦目の岡本くんのホームラン、状態はそんなに良くないですけども、あの場面で打てる4番のホームランが勝負を決めるわけですよね、しかもゲラの失投ですよ、甲子園の浜風を考えればあのコースに絶対投げてはいけないんです、外中心に攻めなければいけないのに、やや真ん中からシュート回転した一番飛ぶゾーンに投げてしまった、配球ミスもあります。反対に阪神の4番の大山ですけども、7回に菅野くんの投げたスライダーをヒットにしましたが、このスライダーは菅野くんが試合後に投げミスの1球だと言っているんですね、この1球だけを後悔していると、この投げミスをレフト前にしか運べない、ピッチャーの投げミスを長打にできない4番と岡本くんとの差、1対2で負けた大きなポイントは4番のホームランなんですよね、と阪神の敗因は大山にあるとしています。掛布は岡本がゲラの失投を一発で決めた点を高く評価しており、この試合で大山が4回に菅野が投じたど真ん中のストレートをミスショットしたことと比較し、好対照であると断言しました。岡田監督もゲラと岩崎が揃って失点を喫しながらも、いやそら打たれるよ、そんな1年間打たれんことはないわけやからな、と決して責めることはせずに、
毎回毎回1点差で出ていったらそりゃしんどいってと、再三のチャンスを作りながら1点に終わった打線に苦い顔を見せています。掛布は5月26日の試合前に岡田監督と対談を行っており、そこでクリーンアップを固定しないといけないんだけどというコメントを引き出していました。その上で掛布は3番に入った選手が打てないという打線の状況に関して、ここでも大山が鍵を握っているというのです。これは大山の状態が悪いからです。後ろのバッターの状態が良ければ前のバッターにボール球とか厳しいボールは投げられないんですよ。やっぱりストライクで攻めてきます。ストライクで攻めてくるリズムがあればそこそこ打ちに行けるんですが、後ろの4番が2割そこそこですから、3番に近本が入ると近本のマークがすごく厳しくなるんですよ。状態のいい近本も後ろの大山の状態が悪いと抑えられてしまう。3番を生かすための4番の大山の野球というものが交流戦でもすごく大切になるということですと語りました。掛布は大山に対して厳しいこと言うようだけどと注釈を入れていますが、打線全体の活性化に4番の奮起が不可欠と感じているようです。阪神が初めて日本一に輝いた1985年を掛布は、僕にとっては15年の現役生活で一番我慢したシーズンと振り返っています。その理由について掛布は、あまり知られていませんが僕はこの年94四球でセリーグの四球王になっているんです。僕が考えたのは強い4番とは何か。3番のバースに勝負させ、岡田彰布に数多くのチャンスを与える。僕が怖いバッターじゃなければピッチャーはバースとの勝負を避けるでしょう。逆に僕が何でもかんでも手を出すようなバッターだったなら岡田の前にチャンスを作ることはできませんでしたと説明。掛布の我慢が3番と5番にうまく波及していたのか、バースは三冠王を獲得し、岡田も打率3割4分2厘、本塁打35、打点101とキャリアハイといえる成績を残しています。帰国する直前、バースは掛布に、掛け、ありがとう。俺はお前がいてくれたおかげで三冠王が取れたんだ。と、わざわざお礼の言葉を口にしていたそうです。こういった経験があるからこそ、掛布は前年リーグトップの四球数を記録した大山に対して、今年の優勝と日本一は、大山くんの我慢が実った結果だと思う。と賛辞を送っています。だからこそ大山の復調に期待したいと考えている掛布は、打撃の問題点にも言及し、今の大山のバッティングの状態を見ていると下半身の状態が本調子じゃないと思うんですね。ですから左足を上げた時に軸足である右足に体重が乗り切らないんだと思うんです。乗り切らない体重に対して力強く振りたいという気持ちがありますから、状態で振りに行くわけですよ。だから球場のセンターカメラから大山の背番号3という数字が丸見えなくらい状態をひねってしまうんですね。これだけ状態をひねるとインコースのボールは見えませんと語っており、タオと同じく下半身に何らかの異変を抱えていると推察しています。掛布は状態を大きくひねることが下半身の不調のサインであることを自認しているといい、大山自体がもう少し左の肩をピッチャーに向けてステップするぐらいにしないと、今の大山の左の肩は一塁ベンチの方を向いていますよ。背番号3が見えすぎてしまっているんですね。それだけ下半身に力がない、そういう自分の状態を感じているので、状態だけで打っていってしまっていると語りました。状態を大きくひねればひねるほどその後の開きも大きくなることから、掛布は大山の復調を期待しつつも、まずは下半身を万全の状態に戻すことが先決だとしています。いずれにしても連覇へ向けて大山の力は必ず必要になるはずなので、虎党はいち早い復調に期待したいですね。今回は掛布が大山に行った指摘について紹介しました。